滝沢秀明の新体制とべ、新副社長がもたらす未来とは、滝沢秀明のとべ、SNS で大反響、新副社長とナンバーアンダーライン愛の活動が話題は、滝沢秀明氏が率いる新しい事務所とべが、芸能界に大きな衝撃を与えるニュースを発表しました。新副社長の任命に関するこの発表は、ファンやメディアの間で大きな話題となり、 特にその人物の詳細に注目が集まっています。滝沢氏はジャニーズ事務所のトップアイドルとして長年にわたり活躍し、その後も裏方として成功を収め、YouTube チャンネルの開設やプロジェクトの迅速な推進など、革新的な経営手腕を発揮しています。彼のリーダーシップは、大のエンターテインメント業界で模範とされるほどです。しかし、新副社長の登場はそれ以上の意味を持ちます。 滝沢氏の右腕として選ばれたこの人物は、非常に優れた経営能力と業界知識を持っていることが期待されています。現在、詳細なプロフィールや経歴は公開されていませんが、業界内部ではその実力が高く評価されていることは間違いありません。この新体制の下で、戸部がどのような新しい展開を見せるのか、非常に楽しみです。特に注目されるのは、平野章、神宮寺雄太、 キシユタの3人が参加する新ユニットナンバーアンダーラインアイの活動です。彼らはすでにアジアデビューを果たし、様々なパフォーマンスを披露しています。ファンからの支持も非常に厚く、毎日がまるでお祭りのような盛り上がりを見せています。彼らの活動の中でも特に話題となっているのが、SNS での投稿です。平野翔が中心となり、神宮寺ユ太とガンユタが一緒にダンスを披露する動画が X にアップされ、 その視聴数は瞬く間に100万件を突破しました。この動画は非常にシンプルな内容にもかかわらず、3人の魅力とパフォーマンス力が見事に表現されています。このような SNS を駆使したプロモーション戦略は、まさに現代のエンターテインメント業界における重要な手法です。滝沢秀明氏の経営方針は、この点においても非常に先進的であり、SNS を通じたファンとの直接的なコミュニケーションを大切にしています。 この戦略が功を奏し、ナンバーアンダーライン愛は短期間で大きな人気を獲得することができました。さらに、彼らの人気は日本国内にとどまらず、海外にも広がっています。アメリカのカリフォルニア州で開催された世界最大級の野外音楽フェスティバル、コーチェラ・バレーミュージック・アーツ・フェスティバルにも出演し、現地の観客を魅了しました。特に 韓国のボーイズグループ GOT7 のジャクソン1とのコラボレーションは大きな話題となり、彼らのグローバルな影響力をさらに高めました。このような成功の背景には、滝沢秀明氏の確固たるビジョンと、それを実現するための優れた経営手腕があります。彼は常に新しいアイディアを模索し、それを迅速に実行に移すことで、戸辺を急成長させてきました。その結果、 ナンバーアンダーラインアイや IMPP といったグループが次々と世界に羽ばたき、大きな成功を収めています。特に、中国市場への進出は非常に戦略的な動きと言えるでしょう。滝沢氏自身が中国の SNS であるウェーボに投稿し、自らの存在感をアピールすることで、中国のファン層を確実に取り込んでいます。これは、日本国内だけでなく、 アジア全域におけるファンベースを拡大するための重要な一手です。このようにして、トベはまさに国際的な企業としての地位を確立しつつあります。しかし、ここで重要なのは、その急成長の中でいかにして安定した人気を維持し続けるかという点です。エンターテインメント業界は非常に競争が激しく、新しいトレンドが次々と生まれる中で、ファンの関心を引き続けることは容易ではありません。 滝沢氏と新副社長のリーダーシップのもと、戸部がどのようにしてこの課題を克服し、さらに大きな成功を収めていくのか、今後の展開が非常に楽しみです。このような戦略的な展開の一環として、平野翔が広告キャラクターに就任した韓国のコスメブランド、ウンジョンヨのヘアケアラインも注目に値します。彼はその広告で非常に魅力的なビジュアルを披露し、ファンからは絶賛のコメントが寄せられています。 このような活動を通じて、平野翔はアーティストとしてだけでなく、広告キャラクターとしても非常に高い評価を受けています。さらに、彼はイブ・サンローランボテのアジアアンバサダーとしても活躍しており、その影響力はますます広がっています。一方で、ナンバー・アンダーラインアイの他のメンバーも個々の活動で大きな注目を集めています。例えば、岸優太はマクドナルドの CM に出演し、 その存在感を大いにアピールしました。こうした個々の活動がグループ全体の人気を底上げし、ファンベースをさらに拡大することに寄与しています。このような戦略は、まさに滝沢秀明氏の巧みな経営手腕の賜物といえるでしょう。また、IMPP の活動も見逃せません。彼らはナンバーアンダーライン愛の後輩グループとして、すでに世界各地でのパフォーマンスを行っており、 その勢いはとどまるところを知りません。特に、中国最大級の野外音楽フェスティバルに出演したことは、彼らの国際的な知名度を一気に高める大きなステップとなりました。滝沢氏が現地に同行し、自らの姿をファンに見せることで、IMPP の人気をさらに後押ししました。このように、飛べの戦略は非常に多岐にわたり、細部にまで計画されたものです。その一環として、 内部の組織改革も進められており、新しい体制の下でさらに大きな飛躍が期待されています。これからの戸部がどのように成長し、エンターテインメント業界に新たな風を吹き込むのか、目が離せません。今後の動向に注目しつつ、その成功を見守りたいと思います。今回の戸部の新副社長の登場と、それに伴う一連の戦略的な動きは、 エンターテインメント業界における新たな時代の幕開けを告げるものと言えるでしょう。滝沢秀明氏のリーダーシップのもと、戸辺がどのようにして世界的な成功を収めていくのか、そのプロセスを目の当たりにすることは非常に興味深いです。そして、その成功の鍵となるのは、何よりもファンとのつながりを大切にし、常に新しい挑戦を続ける姿勢にあると言えます。今後も戸辺の動向に注目し、 さらなる飛躍を期待しましまょうファンとのつながりに対する戸ベの取り組みこそが、彼らを現代のエンターテインメント業界で成功に導いているのです。滝沢秀明は常にファンの声に耳を傾け、その期待に応えるために努力を惜しまない社長だ。この姿勢が戸ベの急速な成長と継続的な人気を支えています。新しい副社長の就任により、より強固な体制が整い、戸ベは新たなフェーズに移行していきます。 ファンとのつながりを深めるための具体的な施策として、SNS の活用は非常に効果的です。平野翔、神宮寺勇太、岸優太の3人が SNS で公開したダンス動画は、瞬く間に話題となり、多くのファンの心をつかみました。彼らの魅力的なパフォーマンスと親しみやすさが、SNS を通じて広がり、新たなファン層の獲得につながっています。このような戦略的なプロモーションは、 従来のメディアを超えた新しいファンとのコミュニケーションの形を作り出しています。SNS を駆使したプロモーション活動は、ファンとの距離を縮めるだけでなく、リアルタイムでのフィードバックを得ることで、彼らの活動に迅速に反映させることができます。これにより、ファンの期待に依頼続けることが可能となり、長期的な人気を維持するための強力なツールとなっています。さらに、飛べの成功の鍵となるのは、 多様な才能を持つアーティストの育成と支援です。滝沢秀明氏は、各アーティストの個々の特性を最大限に引き出し、それぞれの強みを生かすための環境を整えています。これにより、平野翔や岩優太、神宮寺優太といった個々のアーティストが、それぞれのフィールドで大きな成功を収めています。彼らの活動がグループ全体の人気を底上げし、新たなファン層を引き寄せる効果を生んでいます。 トベの経営戦略は、ただ単に一過性のブームを狙うものではなく、持続可能な成長を目指したものです。そのためには、アーティスト一人一人のキャリアパスを慎重に設計し、長期的な視点での育成プランを構築しています。これは、短期的な成功にとどまらず、長期的なファンベースの拡大と維持につながる重要な戦略です。また、トベは地域や文化を超えた国際的な展開を進めています。 アジアだけでなく、欧米市場への進出も視野に入れており、そのための戦略を着実に進めています。例えば、アメリカの音楽フェスティバルへの参加や、ヨーロッパでのツアー計画など、グローバルな視点での活動が展開されています。これは、トベが単なる国内の芸能事務所にとどまらず、世界的なエンターテインメント企業としての地位を確立するための重要な一手です。トベの新副社長の就任により、 さらなる組織改革が進められ、新しいビジョンが具体化されていくことでしょう。滝沢秀明氏と新副社長の強力なリーダーシップのもと、戸部は今後も革新的な取り組みを続け、エンターテインメント業界に新たな風を吹き込むことが期待されます。特に、新しいプロジェクトやユニットの誕生が予想され、それがどのような形でファンに提供されるのかが注目されます。戸部の成長は、 ファンとの強い結びつきによって支えられています。ファンの声に耳を傾け、その期待に依頼続けることが、トベの成功の秘訣です。これからもトベは、ファンとのつながりを大切にし、新しい挑戦を続けていくことでしょう。そして、その過程で生まれる新しいエンターテインメントの形が、私たちにどのような驚きと感動をもたらしてくれるのか、非常に楽しみです。